今田波劇場が新しくチャレンジしていることがあれば教えていただけますか。そうですね、遠方からいらっしゃる方が、うん、お客さんでも演者さんでも多くなってきたので、実は歩いて行けるところに古民家をお借りして、そういう方が泊まっていただけるようなお家をいくつか今整えているところなんですね。なのでそういう場所がもっと活用できたら、行きたいけど遠いなっていう方もこの辺の自然を楽しみながら劇場での時間も同時に楽しんでいただけるんじゃないかなと思って、そちらの方を今進めているところです。いわゆる民泊的な形ですか、それとはまた違うんですか。民泊をできるところ一箇所、はい、あとたくさん移民に行った方が多くって、うん、権利の問題で正式にはそういう登録ができないけれども、劇場の複合施設として使っていただけるように工事を私たちがここを直しているのをずっと応援してくださった地域の方が、もしよかったら使ってって言ってくださってるお家があるので、うん、ありがたく使わせていただいてるんですけれども、うん、まあそこも井戸水をポンプで上げて、うん、お守りしていた屋根を直して、うん、相変わらず大工仕事はしてるんですけども、しかしまあ本当に今後そういった宿泊体験も込みで、この田波という町劇場だけではなく楽しんでいただけることがなんか増えていきそうですね。そうですね、そうなると嬉しいし、やれることももしかしたら広がるのかなと思ってます。そして今年いろんなイベントを企画されていると思いますけれども、特に近々お知らせされたいものなどがあればぜひ教えてください。そうですね、かつて串本小座高校の演劇部の顧問をされていた谷口先生がもう退職されたんですけれども、彼がご自身の演劇をまた復活されて、うん、若い美空という名前で公演をされてるんですけども、3月の24日日曜日に落語と演劇の2本立てで田波劇場で公演いただくことになってます。それは多分かつてこの辺りで演劇を通して自分の表現に出会った高校生だった子も見に来てもらえたら嬉しいなと思いますし、この地域にちなんだお話に多分アレンジされているので、ちょっと普段の風景が物語の中に溶け込むとどんな感じになるのかなってお楽しみいただけるかなと思います。あとそれから民謡クルセイダーズっていうすごい素敵なバンドがありまして、古いものとされつつある民謡をすごく素敵に演奏されるバンドなんですけども、彼らを扱った映画をぜひここで上映したいなと思ってまして、と言いますのもその民謡クルセイダーズさんがすごく得意とされて必ずライブで演奏される曲が串本節なんですね。で串本節をこんなにかっこよく演奏する人たちがいるんだっていうのを、この串本の方にこそ聞いてもらいたいなと思って、この春ちょっと上映を予定しております。いやなんだかこうお話を伺うとですね、まあ、映画はもちろんですけれども音楽やダンスやまたこういった宿泊体験もできる、なんかきっとこれから田波劇場さんってどんどんいろんなことができるようになっていくんじゃないかなって、こうワクワク感が広がっていくんですが、これからのその夢というものを教えていただけますか。そうですね、私たちももともと旅が好きで、いろんな国に夫も住んだりだとか、私も父がヨーロッパで仕事をしていたこともあっていろんな国行ってるんですけども、今はこの土地にいるだけで田波劇場という大きな船がいろんなところに連れて行ってくれるので、それをもっといろんな人たちが楽しんでくださったらって思うんですけども、特にネットで今一人一台ご自身の選ばれたもので個別で楽しまれるっていう文化が若い世代特に広まってるとは思うんですけども、でももしかしたら同じ物語を世代を超えて人をつなげることができるんじゃないかなと思いますので、この土地に眠ってるいろんな物語だとか、以前ここで生駒和歌子さんという
熊野古道の大辺地の絵地図を描かれた方の原画展をさせていただいたご縁で、私も大辺地仮開き隊に入らせていただいてるんですけども、その車ではなくて歩く道、あの以前田波街道っていうのがあるっていうのを聞いて、子どもたちと一緒に田波街道を抜けて山を越えると一枚岩に着くって聞いたんで、 GPS を使って家族で行ってみたんですね。もうすごい大冒険だったんですけども、うん、そうすると尾根の山の上から見える自分たちの暮らしている町村が全然違って見えたりだとか、もしかしたら災害があると言われているこの地域で、そういう古い道でその物語を通して地域の特性を知ることが、そのこの土地をもちろん通常時も愛する大きなきっかけにもなると思いますし、もし何かあった時も人が人をつなげて何か自分の命、他のご家族の命助ける知恵になったりするのではないかなと思いますし、それをまたよく知ってる教えてくださる方が、あの年配の方、この辺りで一人暮らしの方とても多いんですけれども、そういう方が先生になってあの教えていただけるような機会、一緒に楽しんで、子どもたちもあの山登りとかしたことない子もすぐ見てる風景の中で遊べるよっていうこと、この土地に眠っているものを再発見するようなことを私たちも楽しみたいですし、踏んでる足の裏をくるっとひっくり返すような、何かそういう仕掛けが楽しいことを通してできたらなと思ってます。ありがとうございます。まあ、紀伊半島の先っぽにあるですね、ちっちゃな体育館くらいの大きさの田波劇場、映画の上映があったり音楽があったりダンスがあったり、時にはこうカフェ、お茶が飲めたりコーヒーが飲めたり、ラジオお聞きになった方、ぜひまずはまあホームページを、フェイスブックなどもありますのでご覧いただければと思いますし、串本の方に行かれる際は田波駅とあの白い看板が出てきた時、ちょっと左に入って田波劇場さん、お寄りいただければなと思います。もう一回だけ空いてる曜日を教えていただけますか。はい、月曜日と水曜日と土曜日の午後1時から5時開けております。もし空いてなくてもですね、外から外観見るだけでも面白いと思いますので、ぜひぜひお立ち寄りください。紀南歴文道場、今月のマンスリーゲストは田波劇場の林澄伝さんでした。林さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。